Okay. 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 Ready? はい。One, two, three, rising! ベラトール側の代表、フライ級、フライ級に落として堀内恭司選手と大木光選手が戦います。Rising champion Kyoji Horiguchi, John After. Running back kick. 大きな野望はやっぱり捨てたくない。日本初世界に届くコンテンツを作ってチャレンジしたい。そこにフライ級に新しく旗を立てて選手を集める。日本のプロモーションで UFC に選手をデリバリーすることばっかり考えて、結果参加というか対等に並べるのにそれを諦めるっていうのはそのぐらいだったらもうやめた方がいいなと思って、僕としてのチャレンジ、ライジンとしてのチャレンジ。今回フライ級で戦うということで、ライジンでフライ級を世界一を決めれる舞台に、したいと思っているので、その一発目、僕と堀口選手で、最高の試合をします。ぜひ注目してください。やっぱり適正階級は、まあ、フライなんだろうなってもうずっと思ってたんですけど、まあ、無理してバンタムでやってて、まあ、本当にトップトリックなら、まあ、フライだろうなって分かってたんで、フライなら UFC のチャンピオンにもなれる。ライジンに行けば世界一になれるっていう風な階級にしたいと思ってますね。それが本当最後の仕事かなと思ってます、はい。堀口選手の方が僕より後から出てきたんですけど、気づいたら追ってました。なんか2人がいよいよ相見えます。堀口恭司対大木久保博正、5年前の因縁の再戦です。堀口、押し出すことは右手をかわして、ビリー、なんと台をかわして、ビリー、なんと台を取って、そして堀口がステップを刻んで左、そして堀口の右手からも首ついていく。さあ、そして下がるか上に上がるかどっちかしたのか、そしてパウンドを放っていきます。決めに行ってたんですけど、まあ、ずっと防御されちゃってって感じですね。なんかちょっと気弱なところが、はいはいはい、それは感じますか。まあ、やっぱ戦ってたら感じますね、はい。自分は格闘家向いてないんじゃないかなって思う時もありますね。そういう時が出る時に、何が悔しかったかって言ったら、1回目も2回目も攻めれなかったんですよね。ずっと守ってた、やられないようにというか、もう2回目の堀口戦で負けた時に本当にやめようと思ってたんで、もう何も目指すものがないなと思って。あちくしょう、死ねなかった、はあ、死ぬつもりだったの、はあ、くそ、うん、でも結局悔しくて、やっぱり次やったら勝てるなっていうのが自分の中にあったんで、うん、だからまた戦い続けた感じですよね。10秒というところになりますが、ここで左を放っていこうというところ、大久保にサッカーボールキック、前回やられたサッカーボールキックを開始、結婚してください。大木久保選手はもともと持ってた力があるんですけど、
それにプラスちょっとだけこの気持ち的に内面的にこう下がらなくなったとか、そういうとこが強くなったのかなって思います。やっぱり大久保選手も勝たなきゃいけない理由がまた増えてるわけじゃないですか。そういう部分もこう弱い大久保が出づらくなるんじゃないかなと。やだやだヒュー、めっちゃ吹いてるやん奥さんはもう絶対勝てるって言ってくれてるんで、はい、モテるんすね。いやモテないとできないじゃないですか。どうですか。いや全然できないなモテないから、はい、家も買ったんで、であのペットのロイもいるんでずっといようかなと思ってます。こっちはもう毎週のようにいろんな格闘技の試合があって、それを見てあこんな技生まれた次試そう、そういうのマイクラウンダーを技を持ってきて練習したりして、これ使えるこれ使える、そういうとこじゃないですか。やっぱり毎日研究してる。日本ってそれってなかなか難しい。そこまで多分やってるあのコーチの方、日本のコーチの方っていないと思う。だから単純に、まあ、技術で負けてるのかなと。Left in the third round, another knee. Left and now the belt against Ryzen champion Kyoji Hora for this Bellator Bantamweight Championship. Our Bantamweight champion Kyoji Horiguchi. The Bellator Bantamweight belt. Blood is coming from, but Nick said he would have the advantage on the ground. でも苦戦したからっていうんじゃなくて、やっぱり適正階級はまあフライなんだろうなってもうずっと思ってたんですけど、まあ無理してあのバンタムでやってて、まあ本当にトップトリーグならまあフライだろうなって分かってた。マネージャーから堀口とやるって言われて、フライ級でって言われて、断る意味がないですからね。だって俺がずっと目指してきた相手なんで。やる前に負けることを考えるバカがいるかよ。我々がそこにフライ級に新しく旗を立てて選手を集める堀口大木久保っていうのは、次に向けての何か大きなインパクトを残せればパワーバランスというか勢力図は変わるとは思うけどね。まだ全然先のことなんで分かんないんで、やっぱ7か強いんで、まずはしっかり大木久保選手を倒してって感じですよね。そのセットを狙っていく、そして左足を出しました。ここから仕上げていく、まあ自分の方がやっぱり引き出しは全然増えてるのかなっていうのはありますよね。久しぶりに見た堀口選手はテイクダウンして寝技で決めてたんで、僕の中では昔よりさらに強くなってるなって思いましたね。10人中9人堀口が勝つとは思ってると思いますよ。そうですね1は知り合いか親族みたいな。ああそれはもうやっぱり世間はそう見ますよ、やっぱりそれは。ああいや今回は勝つ気がするんですよね自分で。そんなにでも気負ってないっすね。これで最後だとか最大のチャンスだとかは
散々その2回目やった時に思ったんで。等身大の自分で今の自分で戦おうと思ってます。野球とかサッカーとかそういうのより人を引きつける力があると思ってるんで、だからそこをもっとどうやって見せてるかっていうのは今回のやつかなと思ってます、プライド寄りになってきましたよね。だんだん強い者同士っていう本当の戦いを見たら見る目が変わるんじゃないですか。みんな Former Bantamweight Bellator World Champ, Juan Arturo. The My fighting style is ruthless. You know, I go out there and I try to take the person's soul that I'm fighting. Hurt Juan significantly. This is the take. アーチレッタは一言で言うとこうフィジカルモンスターみたいな、トグロ弟みたいにこうフォルムチェンジするんですよ。 KOTC で61キロ、66キロ、71キロの3階級チャンピオンになってるんですよね。そこまでそもそも体重変化に対応することができると、そこでパフォーマンスを全く落とすことなくやれる。パトリック・ミックス完封してますからね。堀口選手を完封したパトリック・ミックスに完封してる。普段は寡黙な男なんですが、自分の存在を全てケージの中で見せる、本当に試合で輝く選手です。My values of my fighting. I let my fighting style speak for itself. I don't need to run my mouth or do things that modern day MMA style fighters do. And when I think about Juan Archuleta, you know, he's another guy that's fought everybody. For Bellator choosing me to come and represent the organization, it's like what the gladiators used to feel when they got to fight in the Colosseum. It's, you know, honor.It's respect and it's the glory of it. It's putting one man's will against another. Before, when fights happened here in Japan in the Saitama Arena, and those are the type of memories, and that's why we got selected to come here, is to replicate those memories of the beautiful fights that got put on before us. I've always wanted to fight here ever since I was a kid, watching Dan Henderson, Fedor, Anderson Silva, Wanderlei Silva, you know, just the warriors that came before us. Those are the type of,people that made me want to fight here.実力で言うと僕スーチョルの方がここは確実に取れるような気がするんだけどな。どうだろうか。ライジン君、선수김수철입니다。한제가격투기한지가한13년정도되는데13년동안에여태까지운동한게드디어여기까지결실을맺는구나라고생각했습니다한국계량級最強の男김수철기사를났다기사를났다기사를났다와시즌1ランプリ覇者大木久保を下しました。いらっしゃる2時50分みたいなキャラでありながらあれだけ強かったね。愛すべき選手だよね。Thank you.
시합할 때마다 누구보다도 제 마인드가 확실히 강하고 누구보다도 앞서 있다고 생각하기 때문에 마인드 스트레스로 이길 거고 그 다음에 오른팔을 안으로 밀고 숨고 되는 빨리 풀어 번호 1번 로켓이야 그렇지! 아! 合格の試合になるんじゃないかなと予想してます2人とも打たれ強いですしとにかく前に出るこれもペース配分度外視したむちゃくちゃ動きの多い試合になるんじゃないかなどっちが先に失速するか我慢比べになると思います This is going to be a great fight for me and for my opponent because he's like a terminator he's going to keep coming forward no matter whatHe's going to keep pressing and trying to break my will just like I'm going to try to break his will. This is one of the toughest fights that I'm going to have to date. 빠르고 일단 스피드가 빠르고 그 다음에 레슬링 실력도 준수하고 그리고 그 대신 좀 얼굴 방어에 대한 허점이 좀 있어서 뭐 다양하게 좀 공격해 볼 생각입니다. 이번에도 치열한 모습을 보여드리고 싶습니다. 치열하게 한번 싸워보겠습니다. It's going to be a back and forth fight. It's going to be a true mixed martial arts fight. And so we're going to be able to showcase everything. And that's what I'm most excited about. 이번에 화끈한 경기 KO로 시켜서 좀 더 좋은 기회를 갖고 싶습니다. 또한 선수 경기 때 100%의 컨디션으로 Be ready for 15 minutes of hell. A walk-off KO by the Spaniard! 来人代表するライト級の日本人選手として世界にどこまで通用するか来人代表イコール日本代表みたいな感じだと僕は思ってるんで僕じゃなくてもいいだろうっていうやつがいっぱいいると思うんで試合で黙らしたいなと思います見とけよって感じですてる以上のパワー出せるのは武田の良さなんで強いやつやったほうがテンションも上がるし楽しくなってきちゃうし強いやつに挑んでいくっていうのがそっちの方がやっぱ僕らしいなと思って次でプロで19戦目なんですけど一番強い相手とやると思ってるんで So he's ranked number 10 in Bellator. He's the newest kid from the camp that's been on board. Khabib Nurmagomedov will be coming to Japan with him as his coach. I think it's going to be a great fight. お化けグラッピリングお化けみたいな感じの選手ですでも打撃もあるっていうカビウが自信を持って来る自分がセコンデについてっていうのはやっぱり勝つ自信があるから来るわけなのでだからカビウが自信を持って送り込む資格って考えると恐ろしいですよね組がめちゃくちゃ強い選手はディープで北岡悟選手と試合しましたけどその時はもう寝技とかじゃ勝てないからだから具体的に勝負しようって言って組をやらなかったんでだけどもそういうことができる相手ではないと思ってるんで今回に関しては僕もロシア人とかとレスリングやってきましたけどもう身体能力も全然違うし打撃もあるしグラップリングもあるしその中でレスリングがめちゃくちゃちゃんと強いんで
最悪な噛み合わせだなと思って。武田選手もやっぱりこうジョニー・ケース戦もやっぱり自分からこう吠えて自分を高めていいパフォーマンスをするっていうタイプの選手ですので、こう大和魂的なこう精神論で勝ちにいってほしいですね。僕も勝負できるところは手札は持ってるんで、土壇場の時に僕ってやっぱり生きるの人生の大一番と言ってもいいんじゃないかと思ってます。自分とパクシュー選手のカードって他の女子格闘技のレベルと違うと思うんですよ。驚くようなレベルの試合ができると思う。제가결승전때는꼭제잠재력을좀많이보여주고싶어요。井上拓哉。実力以上の評価をされてると思うんで、井上選手って差があるはずがないですね。ボコボコにされるイメージ逆にありますっていう。ちょっと何か言ったら、じゃあ倒してみてくださいっていう感じで。すごいと思います。矢野さんと今成さんと小谷君と勝村さんと金沢さんと中村さんと小川さん、あと2回だからこのメンバーが集まってますよね。所さんは我々の世代のヒーローなので